さあ、初の甲子園の抽選会。うわっ、あ、8校になってる。でも讃岐中央、糸満、長浜、 C がいいな。 C になら勝った実績がある。うわ、2番。え、2番ってエース。うわー、あ、でも上昇学院今は前評判 C まで来てんだ。 A と当たるか。まあ A と C になってるな全部。さあ甲子園移動。あ、テンション上がるのいいね。いやー、初の甲子園、さあ行こう。あ、ワンアウト1、3塁になった。スクイズじゃダメか、4番今村。あ、ボテボテ、どうだー、ラッキー、併殺崩れた。これで1対0、上昇が先制。戦力 A 相手に上昇が先制。おお、甲子園の魔物来てる。ただ今じゃないね、ヒット1本で1点先制した。打ったー、ファーストライナー3アウト。さあ1点差で9回裏、打順1番から。上昇学院甲子園初勝利なるか。創部2年目での挑戦。あ、絶不調だ、しかもスタメンじゃないのか。これはいけるかもしれん。うわ、打った、ライト、ナイト取った、ワンアウト。バッターよ、山本2年生で2番打ってんのか。うちは1年生が1番打ってるけどな。うわーす、ちょっとバカにしたから打ってきた。ワンアウト1塁。3番吉田はスランプ、右打ちなんだ。じゃあ正隆じゃないな。 OK、 ゲッツゴス、5、4、3、ダブルプレー。上昇学院甲子園初勝利、創部2年目で甲子園での1勝目を刻みました。木内マジックが甲子園でも炸裂。フォアボール、ショートゴロの間の相手の送球がそれてだもんな。9回89球完封、マダックス。フォアボール1個、被安打4。結構早打ちだったのかな。前評判 A、 滝川。ただうちは前評判 A を倒して甲子園初戦突破しました。プロになれなかったらなんて杉浦が思う必要ないんだけど、占い師だお前は。絶対プロになれ。大会5日目、甲子園大会2回戦第1試合の模様をお届けいたします。一塁側、茨城代表、さあ甲子園第2試合、すごい名門っぽいカラーのユニフォームだ滝が。うわー、意外性以外高い。いや、いきなり2失点はきついぜ。ツーアウト1、3塁、バッターボックス2番の飯田。ここ大事だね。 OK、 ツーアウト満塁。え、ノーアウト1塁2塁でバッターボックス6番藤田。いい打球、レフト前。若松だと絶対転生 OB だ。ちょっと見てみようか。強いね、強いけど転生は若松だけかな。若松より強いやつがいるね。2年生か、強いな。でもあ、転生 OB 佐藤真一、ちょっとどなたか存じ上げませんが。あ、スクイズすべきだったこれ。あ、オッケー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 、ほぼスクイズ。ワンアウト2塁3塁。いい打球だー、レフトフライ。3塁ランナータッチアップ、ホームに帰ってくる。上昇が追いつきました、2対2。さあなおもチャンスでバッターボックス9番高橋、今日ヒット1本打っています。第1打席に頼むぜ。打ってファウル、いいぞ。勝ち越せば分かんないぞ。あー、三振。
さあしかし上昇が追いつきました。さあ追いついた直後の5回表2対2、4番の高野は相手にマウンド上エース杉浦、うわー強い打球、ライト樋口が取りました。スリーアウト。さあノーアウトランナー一塁でバッターボックス2番の飯田、打った打球一二塁間抜けていった、ノーアウトランナー一塁二塁。さあバッターボックス3番の木村、いい打球、レフトが下がっていく、フェンス直撃。今二塁ランナーが三塁を回ってホームに帰ってくる。3対2上昇が勝ち越し。ノーアウトランナー二塁三塁でバッターボックス4番の今村。あーバテバテ、それは良くない。6番赤石。おい4番5番がノーアウト二塁三塁からそんなことすんなよ。あーバテバテ、あー1点止まりか。ノーアウト一塁でバッターボックス6番藤田、今日はヒット1本打っています。打ってファウル、打った打球ライトへ、いい打球、ノーアウトランナー一塁二塁。さあバッターボックス7番の杉浦、送りバントでいいでしょう。3割打っている杉浦ですが、ここ送りバント、ピッチャー二塁に目をやって一塁送球です。うわー危ねえ、バカやろ、あー危ねえ、ちょっと待ってスクイズでしょ。オッケー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 、スクイズ成功、4対2。前評判は圧倒的に高かった滝川相手に上昇が2点リード。さあ9回の表2点リード上昇学院、2試合連続のジャイアントキリングなるか。打った当たりショートゴロ、サード藤田が取って一塁送球、広い守備範囲を見せます。まずはアウト1つ取りました。さあここで滝川代打の1年生佐藤忠を送りました。打ち上げた打球ライト樋口取りました、2アウト。さあここまでまだノーヒットの斉藤が9回2アウトの打席に入りました。ピッチャー杉浦、打った打球ショート深いところ、小松がバックハンドで取って一塁送球アウト、スリーアウト、試合終了。上昇学院が4対2 2回戦突破、2戦連続ジャイアントキリング、これぞ木内マジックです。あすごい、木村の好リード光る。上昇学院格上の名門校を破る、いやもうこれぞ木内マジックよね。逆転だしね、2戦目。あれちょっと待って、総合戦力 E ですよこっち、 E で A を連覇ってすごい、マジで木内マジック。もうベスト8か。さあ行きましょうか、甲子園ベスト8。相手のサード中村とか気になるけどね、天性 OB っぽい。ピッチャー斎藤も怖えな、てか所沢でしょ、斎藤天性 OB だな。一塁側茨城代表新鋭常用、三塁側埼玉代表名門所沢、熱戦が続く甲子園球場、名門所沢。うわまた先制2点取られたよ初回に。しかもラッキーボーイですか。ああ打った敵ショートゴロ。これでツーアウトランナーありません。お、え初回のうちに1点返してその直後にホームラン打たれました。試合が動く動く、ツーアウトランナー二塁で2番の飯田、うわー打った打球ショートゴロ、スリーアウト、ワンアウト一塁三塁、バッターボックス4番の今村、オッケー、ライト方向、ライトフライ、三塁ランナータッチアップで帰ってくる、ホーム帰ってきました。3対2、4番今村の犠牲フライ。
さあ、ツーアウト一塁三塁でバッターボックス6番の藤田、今日は第1打席でセンターへのタイムリーヒットを打っています。逆境丸チャンス A ってまさしくこういう場面よな。打った打球セカンドゴロ、スリーアウト。しかし上昇学院この回犠牲フライで1点を返しています。うわ危ねー、ちょっと待てよ、何してんのお前。ノート1さん、だいぶショックだな、さっきのエラー。2点差ならまだ分からんけどな、このピンチ。オッケー、おいホーム投げんかお前、ホーム投げないんか。ノート2塁、バッターボックス5番の赤石魔物、いい打球セカンド弾く、間に合え間に合え間に合え、おし、おし、2連続魔物。さあこっからが木打ちマジック。打った打球センター前、センターがそらす、二塁ランナーがホームに帰ってくる、一塁ランナーが三塁へ、同点のバッターランナーが二塁へ、木打ちマジック。何の迷いもなくスクイズだよここは。おお、5対4、ワンアウト三塁。8番の島野、どうすか、ここもスクイズで良さそうだが、スクイズしかないか、まず追いつかないと。打ち上げた、うわー最悪、うわー大きな打球、レフト飯田が下がって取りました、スリーアウト。さあ1点を追って上昇学院9回裏の攻撃です。意地を見せられるか。桜井が魔物発動してくれ、魔物来い魔物来い、キムチマジック。あーラッキーボーイじゃきついな、高橋かな、頼む高橋、打ってファウル、高橋真嗣みたいな活躍してくれ。打った打球打ち上げたライト、新田が取る。バッターボックス1番の小松、打った打球ピッチャーの足元抜けていく、1番の小松が出塁、ワンアウト1塁、バッターボックス2番飯田、うわ三振。さあ3番の木村、頼む木村、ああ試合終了。いやーでもよく頑張った上昇学院、5対4、ベスト8まで行ったんだよね、よくやったという言葉を送りたいね。セーブしていいでしょう、初の甲子園。総合戦力 D で甲子園2連勝したわけでしょ、よく頑張ったわ。しかも有望な1年生小松がいるからね、ちょっと木村と杉浦バッテリーがいなくなるのがちょっと怖いけどな。おお藤田チャンスで凡退、かわいそうだな、ここで名指しにされんのな。でもすごいな、この甲子園格上相手に3試合全部接戦。